プレゼントしたらいいじゃないの。プレゼント、うん、見てる人たちに、うん、あ、そうね、そうしようかな。どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。というわけで今日はね、なんかよくわかんないものが届いたので、そちらをですねご紹介したいと思います。というわけでこちらです。ロジグールさんから送られてきた謎の箱でございます。はい、こんな感じなんですよ。細長いもので、まだ開けてもいないんだけれども、ロジクールさんですよ。株式会社ロジクールさんから届きまして、俺ロジクールの商品はなんでかんで結構動画にしてるんですよね。すごく好きでね、個人的に使ってるし、あと新 R25 さんっていうところのねチャンネルにも出させていただいた時にも、こういうのがあってロジクールのすごい便利なんですよっていうのもとかも普通にね好きで言ってたんだけど、あるんですねこういうのあんまり経験ないからさ、俺ね登録者1000人行くのに1年2ヶ月かかってるから、気持ちはその日のまんまだから、わあ、なんか知ってくれてるんだなと思って、ありがとうございます。ということで、どういったものなのかをですねビシッと開けていきたいと思います。いいですね、なんか YouTuber っぽいね、このよくわかんない箱が届いたっていうのは、実際にねどんなもんなのか確認していきたいと思います。というわけで行っていきましょう。はい、というわけでこちらがですねお送りいただきました箱でございます。開けていきましょう。たらーん、おー、こんな感じだ。なんか紙切れが入ってるぞ。なんだこれ。セミシグレが賑やかに降り注ぐ季節となりました。あなた様のブランドに対する日頃からのご愛顧に感謝を込めて、ロジクル G からギフトをお送りします。あら、嬉しい。ご自宅でお楽しみいただけるものを選びましたよっていうことでですね、ロジクル G スタッフ一同っていうことでお送りいただきました。2021年、まだまだよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。わー、嬉しい。じゃあ外すぞ。オープン。お、な、お、なにこれ。なにこれ、かわいい。すごい可愛いんだが、タラララッタタン、こんな感じだ。ツルツルしてる、うん、可愛いね。触ってみていい、うん、あ、本当だ、ツルツルしてる、可愛いね。ちょっと一個一個見ていくと、黒いロジクールのですね G のマークが入っていて、ボタンもこのようにアリーのくるくるくるっとスクロールもでき、右左クリック、そして左右にもボタンがあります。すごい高性能ですね。 G304 のマウスが入っているワイヤレスタイプですね。ロジクールの G304 ライトスピードマウスは Amazon でも星 4.5、 レビュー数も2908というものすごいバカ売れのマウスです。ライトスピードは多くの有線ゲーミングマウスをも上回る驚異的な反応速度を実現したもの。 12000dpi という桁違いのトラッキング性能に加え、従来のゲーミングマウスのセンサーと比較して10倍の電力効率を誇ります。単三電池1本あれば最大250時間のゲームプレイが可能。超小型レシーバーはマウス内部に収納できるので、持ち運びにも非常に便利です。 99g の軽量設計、およびプログラム可能な6個のボタンでゲームに対応。あらゆるゲーマーに人気があるのはもちろん、ビジネスマンのショートカットキーとかも入れることができるんで、非常におすすめのマウスっすよ。で、もう1個が紫色、うちの娘が持ってますけれども、紫色ですね。G のマークが濃くなっていて、同じくですね、このスクロールの部分とか、そういったものも濃い紫色、あと淡い色になっています。ひっくり返すとロジティック G305、ライトスピードというふうに書かれています。かわいいじゃん、これ後ろもね。どう？かわいい。ねえ、かわいいね。これ？うん、次それ。で、もう一つはですね、白ベースにですね、黒の抜きがあるものですね。ロジクールというふうになっています。同じく G304 っていうふうに書かれていますね。これ限定カラーとかなんかな、あんまり見たことない色だけどな。で、最後がですね、青いモデルになっています。中央がエメラルドグリーンかな。これ後ろっかは同じように G304 というふうに書かれています。配色がすごくね、おしゃれですね。ね、いいよね。この2つはですね、ライトスピードというふうに書かれていて、他の2つは特に書かれてないです。大きな違いがちょっとなさそうな気がするけどね。両方とも同じなんじゃないかなっていう気がするんだけど、こんな感じのですね、かわいい飴ですね。真ん中にはですね、ロジクールのテープかなが貼ってあるものと、クッキー、そしてマシュマロ、ロジクールの G が刻印されています。すごいね、もうこういうの作れんだね。かわいいの。いや、つまりこれはお中元ということなのかな。お中元にマウスが入ってるロジクールらしいものでございます。食べる？食べる。
いいよ。どっち食べんの？こっち。赤い方？うん、いいよ。かわいい、こんな風になってる。ロジクールのマークだ。何味？塩味。塩味ってことはないでしょ。いちご。いちごの味する？うん。まあそう、よかったね。待って、まだいろいろ入ってる。あ、それぞれ一つずつ分かれるようになっているな、これ。箱も入っています、一つ一つに対して。G304 ワイヤレスゲーミングマウスという風に書かれていて、取説ですとか、保証書とか、そういったものも入っています。カラーコレクションって書いてある、心躍るフレッシュなゲーミングギアですよ。ロジクル値の高いパフォーマンスとクオリティが鮮やかな色で展開されていますという風に説明されています。へぇ、こんな可愛いカラーあったんだな。もう全然知らんかったわ。めちゃくちゃ可愛いですよ、これ。他にもケーブルが1本に、電池が1つ入っています。一応中見たら全部ね、スピード、ライトスピードっていう風に書いてあるんで、多分ライトスピードなんだな、全部。書いてなくても多分そうなんでしょう。ということで、これを4ついただいたわけでございます。ありがてえ、こってっさい。本当にありがとうございます。でもどうしようかね、これ。こんなにたくさんあってもな。うちの娘はね、お菓子食べるけど、俺マウスね、もうバッツリ使ってるんで。プレゼントしたらいいじゃないの？プレゼント？うん。見てる人たちに？うん。あ、そうね、そうしようかな。4ついただいたんで、細かいですね、箱とかは、とりあえずはないですよ。これそれぞれをですね、こんな風に梱包してお送りするっていう形にはなります。保証書とかも入っているけれども、基本的に僕がいただいたものになるので、保証は効かないですからね。そこはご了承ください。まだ使ってもいないので、本当に使えるものかどうかもわかんないです。もしかしたら食器不良とか万が一ね、可能性としてはあるんで、届いたけど使えない、まあ可能性はまあほんと万ですよ。まあ、億万に近いぐらいの確率で、そういうことが起きるかもしれないですけれども、問題なく動くとは思いますんで、とりあえず現状は、ここにある4つのものだけになります。ビシッと、プレゼントさせていただきますので、ぜひですね、お盆をですね、まあゲーミングマウス持ってないよ、特にこんな可愛いの持ってないっていう方はですね、1つずつですね、4名様に差し上げますので、外ね、まだまだ暑いですから、お家の中で楽しくゲームを過ごしていただければなというふうに思っております。はい、というわけでこんな感じのすごい可愛いマウスをですね、いただきました。ロジクールの商品はですね、本当に面白いもの、便利なものたくさんありますよ。個人的にもすごく好きで使わせてもらってますけども、やっぱりマウスもですね、年々進化していて、昔はですね、もうカーソルがキュー動いちゃうとかっていうのがいっぱいあったけど、今は本当そんなこと全然ないし、すごく軽いし持ちやすいです。僕は左利きだからね、基本左手にマウス持つから、親指で使うポチポチの2つがね、ちょっと使えないんで、けど基本右利きの人がたくさんいるからね、右利きの人はここにあればですね、ポチポチ押せるんで全く問題なく楽しめると思います。そんな感じでですね、まあお盆も近づいてますし、ぜひね、まあお盆シーズンですね、お家で楽しんでいただければなと思いますので、こちら差し上げます。予期せぬ汚れとか傷とかあるかもしんないんですよね。完全に包装されてる状態じゃないわけなんで、細かい傷とかもあるかもしんないけど、ちょっとそこはですね、ぜひご容赦ください。転売とかね、もちろんしないでですね、お家で使ってください。ぜひツイッターとかインスタとかですね、まあ、自分で SNS やってる方はですね、まあ、そちらでつぶやいていただいて当たりましたよっていうことを言っていただけるとね、黙ってると届いたか届いてないかわかんないんで、ぜひそちらでですね、こう教えていただけますと非常に嬉しく思います。あとは応募フォーム作りましたんで、そこに書いていただいて、ぜひ熱意ね、もう絶対転売しませんよと、もう大事にですね、もう欲しかったんですマウスがっていう、楽しくやりたいんですよっていう、まあ、皆さんの思いの丈をね、ぜひ書いていただいて、これぐらい熱意があるんだなって僕全部読みますからね。その中で当選者をね、決めさせていただきます。締め切りはですね、どうしようか、1週間ぐらいにしましょうか。またツイッターとかでね、いろいろお知らせしたいと思いますんで、忘れずにですね、皆さん応募をしてください。当選者の発表は発送を持って返させていただきますから、この人がですね、当選者ですよなんですよって大々的には言いませんから、届いてですね、パー来たらあなたが当たったということになりますんで、ぜひそちらをお楽しみに。で、応募にあたってですね、皆様からいただいた個人情報っていうのはもう厳重に管理してますから、どっかに売っちゃったりとかね、そういうことはしませんし、そんなことでですね、僕も会社ですから、変なことで名前がね載ってしまうのは絶対嫌だし、個人情報を売ったり買ったりしたところで何の僕個人的にはメリットはないんで、むしろ皆さんがね楽しんでいただくっていう、そして末永く僕の動画を見てくださるっていうことの方が何百倍も大事なことだから、なのでぜひぜひですね、下に概要欄リンクあるんで、たくさんのご応募お待ちしてます。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてくださいね。というわけでまた明日、チャオ。